おえちゃんの V がメジャーデビューしたよ。いや、してねえよ、俺。<laughs> 何、俺の V って。俺、メジャーデビューしてねえ俺の V がメジャーデビューしたどういう意味俺の V がメジャーデビューしとる <laughs>。え、どんな声なん僕が以前声を当てたマール・アストレアがデビューしたみたいや。どんな声か聞いてみよう。チラッとな。かわいい声かな。 俺の女にしたるわ、どれなんかええ声やん。どうも、はじめまして。お前、声ちっちゃすぎやろ、これボリュームマックスで聞いてんのに。<laughs> 腹から声出せよ、お前、声小せえよ。これ、ボリュームマックスやで。あ花沢香菜みたいな声してる

うん、まる、マルちゃんなど、お好きに呼んでください。うん、では、ここで僕がアフレコしたバージョンを聞きください。てれねンどうか、マまるの祝福で、皆様に栄光の未来があらんことお初にお目にかかります。コスモノは三期生、マールアストレアと申します。今日は、まルの自己紹介動画を見に来ていただき、本当にありがとうございます。 今回はマールのことをたくさんお伝えできたらと思っているので、ぜひ最後まで視聴していただけると嬉しいです。マールは地球からとんでも遠いところにある惑星イシュタルという星で暮らしています。アストリア報告にある西方教会というところで見習い神官として働いていたのですが、仕事ができなさすぎてクビになってしまいました。 それで仕事がないから金、金、金が必要になってしまって地球の皆さんがスパチャをしてくれるという楽して金が稼げるということを聞きつけてやってきた次第ですどうかみんなたくさんのスパチャお待ちしています <laughs> そうかついにデビューしたかいい笑顔やうん いや、頑張ってほしいですね。え、なんで俺がキャラ付けをしてみたんやけどダメ相手からしたら迷惑だろすいませんでした。ごめんなさい。うわぁ、アストレアちゃんええ子やわ。わざわざ一個一個に変身してる。素敵な自己紹介動画だった。すごく癒しのお声でした。デビューして実際にたくさんお話しすることも、これからももっともっと楽しみになったよ。これからいっぱい同じ時間を過ごして楽しんでいこう。応援たくさんするからね。<laughs> すげえ。いい金になりそうやな。コメントありがとうございます。マールもこれからたくさんお話できるのがめちゃめちゃ楽しみです。いやでもこういう気持ちでね、あのやっぱ、配信ってやるんよな。そうそうそう。これからでたくさんのことをしていきたいなっていう、そういう気持ちちょっと通じるやん。いいかもしれやんな、マールちゃん。自己紹介動画おめでとうございます。声がかわいい声優みたいマシュマロ送ってみますね、は 何をま、送りつ食い物を送りつけようとしてんの。透き通った素敵な声がおお、お声が素敵すぎる。うわぁ、いいなぁ。まだ初配信も何も自己紹介しただけでこんな格好あれんの羨ましいー。<laughs> 癒されました。そして浄化されました。<laughs> ええなぁ。<laughs> へえ<ー>。<laughs> 男女比率気になるべー ちょっと怖い見て大江の高行とルベライトちゃんとコラボしてくれ頼むちょっと見てもえ怖い開くのがハハ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 ッ無視されとるやねんか <laughs> あでもスパチャよこしなさいよーって言ってる俺のこと知ってるんちゃうか スパチよこしなさいよーって言ってるやん。拾ってるちゃんと。名前は触れずに、こういうネタ挟んでんのさ。この子、ええ子やな。嫁にしよう。<laughs> <laughs> お前ら、お前らすごいな。今日さ、俺さ、この動画見たのにさ、お前ら4日前からすでにこの は見え,だよ <laughs> <laughs> え、ええー、子や、この子。みんな、俺らの姫が見つかったよ。これ、いい子だな。ちゃんとやっぱ、チェックするんや、知ってたんや。いいやん見、見え弁って見えまでたどり着くの結構やじゃもう俺のファンやん、これ。 えな。<laughs> あの人って誰や。<laughs> これしかも本人が変身してるのはわかるんやな <laughs>。え、この子面白くてよくない。<laughs> ちょっとあんたたち。<laughs> いい子や。 いやあ、ぜひ皆さん、マールアスレーターさんをね、これから応援してあげてくれたらと思います、僕は。楽しみにしておりますよ。ああ、やっぱ優しくしてかんとね。うーん。うん、次は結婚式でお前らのお披露目するわ。ちょうどいい距離感だね。そうね。あんまりこっちからなんか迷惑かけ合うようにしよう。<laughs> 迷惑はかけ合うようにな。